あった、これですね。僕が中学3年生高校1年生の時にワンオクのカリスマ村岡正則オリジナルブランド立ち上げっていうニュースがドンと出て、やっぱワクワクしたんですよね。どんなすごいシーバスルアーが出るんだろう、どんな身のどんなプラグが出るんだろうって思ってたら、第1弾発売ルアーメタルジグシーライド、村岡が最初にですねブルブル始めるときにメタルジグから行くぞって言ったときに、僕は正直まあ内心驚いたとともに結構ニヤッと、内心でもねニヤッとしたんですよ。まあ世間のなんだろうなイメージとしてはシーバスプラグから来るぞっていうところをいい意味で裏切ってやろうっていうのと、まあブルブルを立ち上げるぞっていう話のもとからやっぱいろんな海の魚をターゲットにしていきたいっていうのがあったので、やっぱりねメタルジグってね飛んで動かしていろんな魚が釣れるんですよ。そこから入っていくで期待をいい意味で裏切る、そこがねなんかその後苦労することなんて何も考えずにこれは面白いぞって思いましたね。今順付けですよ。やっぱりこのキラキラフォールがフォールで食わせるのが楽しくて、スライド&フォールでしょ。おお本当だ、惜しくった。スライドを今度むしろ入れた瞬間ぐらいに食ったよ。なんだろう、くるくる回ってる、さっきと同じか。こっちに行きますよ。お、違う、バラハタ、バラハタ長十ミーバイ、綺麗だね。ほらこの V 字の尻尾、他の畑とちょっと違う。普通のね赤旗とかねそういうのはもうちょっと丸っこいけど、このバラ旗系は先っぽが普通の魚みたいにこうキュッとくびれてて、じゃあちょっとポイント変わって今度はシーライド40、さっき30使ってたんですけど、もう少しフォール早く手返しよくってことで40の順付けでいってみます。僕も同じく40の順付けなんですけど、まあ、ちょっとこのね海の色とシルバーマッチするかなと思ってこのカラー選んでみました。釣っていきたいと思います。これさ、そうそう今更だけどさ、はい、向き合ってる、いいね、合ってます、合ってます。こうやってシーライドをねスナップかけるとき順付けだったらフック、スナップ、フック、ジグっていうこのバランス、フックの方が平面の上に来るようにこっち側にこう来るように、イメージとしてはこうやってヒラヒラっていう時にフックが浮いてるような状態でになるようにつけてあげてください。そうするとフォールバイトが乗りやすくなるんで、フックが遊んでめっちゃ仲良しかぐらいめっちゃ近くにいる2人は仲いいじゃないですか。仲良くね、はい、まだ会って2日目ぐらいですけど、確かに。ヨーロッパに、おお、まで食ってきた。ヨーロッパにこういう海あるのって聞こうとしたら、お、違う色だぜ。黒い、なんだこれ。黒旗だ、やった。黒旗、黒旗、俺初めて見た。やった、黒旗、激レア、激レアっすか。やった、ちょっと熱くなっちゃってるからね。いや、すごい真っ黒、すげえ、すごい真っ黒。
なんかもっとうまいこと言えっていうぐらいマジで。それ以上、以上、真っ黒、以上みたいな感じだけど。わあ、すごい。すごい綺麗、綺麗っていうかなんか映えるね。かわいい。蘇生というよりはなんかこう戯れてたい感じ。行くよ。はい、ありがとう。いやありがとうございますって感じ。出会えた。初めて釣った。お、来た。おお、引く引く引く。おお、なあ、こんなに引くんですね。なんだこれ。すごい。バラハタかな。バラハタです。はい、ありがとうございます。サイズアップ。40センチ近いバラハタ。このサイズでもね、P2 号で40ポンドなんですけど、ロッドを満月に絞り込んでくれます。これであんだけ引いたら、60、70ってやばくない？やばいっすよね。で、ここでも出るんですか、それ。キツネの70ぐらい。キツネ引くよね、もともと引くもん。赤人、お、バイバイ。勝手に外れてくれた。いや結構ジャークの連続で食ってくるやつの方が少し型がいい種類が多い気がする、うん、ジャークでホールで見せて食わせるんだけど揚げの最中に反応するやつの方がバイトは少ないけど気持ち方がいいね。こうやって何気なく投げてるように思うんですけど、しっかりと偏光グラスでどのコースを通すかなって確認してから投げて、その根の際にいる根魚を誘い出す。今この点在しているまず上を通して、そしてその間ここで食えばっていうのをね、想像しながらやっていくと根がかりも減るし、しっかりと魚もね釣れる数が増えていいんじゃないかなと思います。でもこれだけリーフが点在しているとどこに魚がいるんだろうってね、これワクワクしながら、ワクワクしっぱなしの釣りなんで飽きることがないですね。でもこれ何気なく見えてる岩礁でも下はガーンってなってるんですよね、多分全部ガーンってなって、岩礁だけにガーンってなってるんですか。こうなってる、こうなってたり、テーブルになってたりして下えぐれてたりするんですよね。この下にいるやつがバッて出てくるんですよね、気づいて。恐ろしいな。なんか岩礁の中でかけちゃうとね、魚が有利になっちゃうから、ちょっと外したところにこう呼び出してできればそこでかけたいよね。今こういうジギングロッドとは全く関係ないトラベルロッドでやってるんですけど、普通に東京から来られる方でも強めの7フィートぐらいのシーバスロッドとかボートロッドがあれば何でもできちゃうっていうのが、そうだね。この釣りは本当竿とかルアーはまあもう本当にそのままでよくて、ラインだけ 1.5 号から2号、場合によっては 2.5 号ぐらいまでちょっと強めのライン入れてくればいいんじゃないかな。目に入る魚とかね、大きい魚多いから半端にライトでやる必要ないね、うん。おー、食った。おー、すれてるすれてる。あ、入った、出てない、入って入って入ってない入ってない、いや出てる、入ったっすね。浮いた、あ、浮いた。おー、すごい騒がしいね、騒がしい。うおー、おー、なんだこれは。またバラハタ、はい、バラハタからの、はい、バラハタです。40センチぐらい、30後半かな。一回根に潜られちゃいました。バラハタって知ってる？毒あるの、シガテラ毒。そう、バラハタはシガテラ毒があるから、
地域によっちゃ食べちゃダメだったんです。ちっちゃい魚をねなんかたくさん食べてるんで、そのちっちゃい魚が毒の含まれている藻を食べるとこういう大きい魚に毒が蓄積されるんですよね。それでシガテラ毒と、なんか体しびれちゃったり味覚障害出ちゃったりするんで、根魚なんですけど、これはリリースということで、いきなりシガテラぶっ込みましたね、うん、ちょっと今の一匹でもうリーダーがこうザラッと擦れちゃったんで、釣った後にはね必ずリーダーチェックして擦れてるようだったらまた結び直して、でっかいの来たら切れちゃうんでね、確認を毎回お願いします。ジャックとフォールをうまく使い分けて使う、シーライド、シーライディングですよ。懐かしいシーライディングっていう言葉が、シーライディングってね今やめちゃったんだけど、沼津のね石黒さんの店員さんがねこう沼津の昭和時期で仕掛けてくれてね、順付け逆付けで使えるぜっつってシーライディング、ブルーブルースタートした時にね、そもそもブルーブルースタートした時シーライドしかないからシーライディングしかなかった、うん、もう順付けも逆付けもねそれもなくて、あそれもなくてっていうかそれしかなくて、それで何釣るかっていう、僕が高校1年生の時、高1村岡正則ワンオクのカリスマドグリズってなってフィモのブログ読んでてね、どんなシーバスルアーが出てくるんだろうってワクワクしてて、第1弾ルアー発表メタルジグですって言われた時のあの衝撃、そこから遊びだからね、もう期待を、まあ、裏切るっていうか期待を超えていく、そんなメーカーになりたいからね、最初に始めたのがやっぱシーライド。でもそれでも、まあ、シーライドとともにブルーブルーは始まったんですけど、もうブルーブルーはやっぱり遊び心を大事にしたいんですよ。なのでこのスタートした時にまずシーライドから行くぞっていう、どっか期待を裏切るような期待を超えていくような遊びですよね、それを見せていく伝えていく。なのでブルーブルーやっぱりこれからも、あこういうの出てくるんだろうなってお客さんが思ってる、さらにそれを超えていく、ただこれが欲しいんですよ、こういうのが欲しいんですよって言われてそれを作ってるだけじゃ僕らダメだと思うんですよ。だからフィールドに出て言ってることを理解しながらも、さらにその先にある使い勝手だったりとか楽しさっていうのを発信していきたいと思いますね。こうライトジギングをするときに僕が大事にしてることなんですけど、誘いと食わせ、これをしっかりと考えてやるっていうことで、誘いをしっかりと丁寧にやるっていうのをちゃんと皆さん実践していただけたらと思います。食わせを丁寧にロングジャークする方って結構いらっしゃるんですけど、その前のこの誘い、ここで食わせが機能するかどうかが決まるので、ワンピッチ、ハーフピッチ、これ全く今ジギングロッドとは関係ないロッドを使ってるんですけど、それでもその日のロッドの調子と糸の出方とジグの重みをしっかり感じて丁寧に誘って、そして最後食わせに持っていくっていう、これをしっかりとね試していただきたいと思います。またこれ後ろで釣られちゃいそうなんですけど、しっかりとこうキャストをして誘い、ワンピッチでもハーフピッチでもあんまりこのジグの頭を左右に飛ばしてしまうんじゃなくて、しっかりと重みをコントロールして食わせにつなげる、それを意識してください。これってライトジギングでもショアジギングでもディープジギングでも同じで、ジグの頭の向きをしっかりとコントロールした意識を持って釣りをする、これを大事にしていただくと、またジギングを今してるなっていうその操作感で新たな楽しみも発見できると思うし、評価にもつながると思うんで、ぜひこれを実践してみてライトジギングを楽しんでみてください。食ったよ、今度こそシーライド60逆付け、お、また黒いけど今度はこれは10種目目じゃないですか。だだだだだ、これは何だろう、青の目旗、青の目旗来た、シーライドで10目達成、
青の目旗、青の目旗、てってれてててててまだしわがれた声の世代の方ですよね。そうだよ、大山信夫だよ最近テレビで見てても違和感を感じなくなってきたけどね、ようやく。やった、10目達成。わ、あの下りの横すごそうですね。入ってんだけど、よっしゃ、あ、乗った、一応乗った。なんかいろいろ当たったけど、そんな大きくないね、これは。さあ、何が出るかな、何が出るかな。巻き続けますよ。いろんな猛攻のもと、こいつがかっさらっていった感じ。お、違う、黄色いぞ。黄色いぞ。金色おじさん。お、うわぁ、いいなぁ。やべ、セーフ。ゴールデンジジイ、ゴールデンおじさん、すごい、すごいね、ヒゴイみたい。初めて見た黄色いおじさん。よいしょ。あ、黄色いおじさん帰ってった。黄色いおじさんっていいね。幸せの黄色いおじさん。シーライド40の順付けでした。よし、黒いおじさんが黄色いおじさんつったよ。行きましょう。壮大な鳥山みたいなのあんまり見ない。それこそ相模湾の方が全然見る。おお、来たー。おお、オールかな。余計な話をしてると当たるぜ。シーライド60のゆるいフォールだったね。あ、おお、なんだ、青ヤガラ、ヤガラすごいよね。よくこれにフッキングっていつも思うけどね。ヤガラ12種目目すごいよ。豊かな海です。フォールに乗りました。そう言ってる間に僕フォールで今でかい当たりが抜けちゃいましたけど、多分でっかかった。かかった来た、なんだろう。よし、ゴリ巻き、ゴリ巻き、外れてるぜ、ゴリ巻き。おお。あ、なんか見えたよ。見えた。あ、白い、白っぽい、なんだ、青チビキ、青チビキ、長い、まさかの、まさか、長いぞ、めっちゃ長いぞ、でかいぞ、なんだこれ、でかい、うわでかでかい、青最大級、うわー、僕の身長の半分くらい、半分以上長くて長くてカメラに入らないんじゃないか。入る、そこのピロピロ入れたら、ピロピロ入れたらかなり長い、メーターオーバー、余裕だね。触りたくない。はい、ありがとうございます。外しましょうか。外します、お願いします。すいません、そこに外に出して。取締役吉田達郎さん、お願いします。ごめん。おうわぁ、おぉ、ヤガラパターンでしたね。すごい強烈なバキュームバイトでしたよ。シュポンって、シュポン、うん、あの細い口でシュポンってね。いやすごいなぁ。でも同じタイミングで同じ魚種が食ってきたってことは何匹かでいたんでしょうね、多分。ちょっと砂地っぽいところなんじゃないかな。うん。シーライドのアクションって
すごく特徴的で、逆付けしてこの上げの時にお尻を振るんですよね。で、何回お尻を振ってるんだろうっていうのが手元にすぐ伝わるので、これ短い上げ、これだと1回ブルンっていうアクションが竿に伝わります。で、ロングフォールすると姿勢を変えてバックスライドフォール、ロングジャークでこう長く上げてあげると、スピニングベイトでもそうだと思うんですけど、グーングーンって2回そのお尻を振る感覚が分かるので、それもねアクションの多様性に一役買ってるんじゃないかなと思います。で、さっきの魚は1回上げて上げて上げて3回目の上げぐらい一気にズーンと持ってって気持ちいいバイトを出してくれたんで、なので今こうやって短く短く誘ってロングフォールを入れて、今グーングーンって2回感触があって、バックスライドフォールを水深に応じてどこまで入れるかなって考えながら釣りをしてます。こっちはバレちった。あわーでかい。おー低い低い。なになに、なんすかね、なんかこっちはアシスト飛んだぜ。重たい。いや大丈夫です。ドラグこれね結構締めてるんだけどまだ出る。おー見えた見えた。なんだ白っぽい。おバラハタ大きい。やったやったー。引くわ。ありがとうございます。イエーイ、イエーイ。でかい。うわしっかりとこうやってデッキを濡らしてあげて、で魚にあんまりダメージを与えないように。いいね。はい聞きました。バラハタこれ60センチぐらいあります。うわこの尻尾の鮮やかなオレンジと毒々しいこのピンクの斑点が本当に綺麗ですね。うお重たい。ルアーはシーライドの 40g 丸のみです。歯で切れなかった。よく切れなかったな。いやいい引きしました。本当に嬉しい一匹です。はいありがとうございます。よし、あ、全然大丈夫だな。今ね、僕がちょっと釣った魚がお腹が膨れちゃってるので、しっかりとエア抜きをしてリリースして、あ、本当だ。これでお腹がもうこんなんで、あとはもう優しく、はい、返してください。はい、じゃあこのままねリリースしたいと思います。この西表島の海に感謝して、じゃあバイバイ。おお、行った行った行った。綺麗。行きましたね。よかったです。このシーライド発売してですね、もう11年経つんですけども、本当に、まあ、ブルーブルーのですね、全てもうスタートでもあってマルチに釣るっていう全てが詰まったジグなんですよ。これを次の10年この先ももっともっと僕ら自身も追求していきたいし、こう使ってくれる世界中のユーザーさんがですね、このジグの可能性をもっと探ってくれると信じてます。それを僕らも楽しみに見てますし、僕らもそれを超えていけるような発信伝え方っていうのをやりたいなと思ってますね。はい、